3回全世界空手道選手権大会型部門初代世界チャンピオン渡辺大志。鹿児島県奄美大島出身の渡辺選手は小学4年生の時に緑健二師範が支部長を務める新極真会奄美支部に入門、空手を始めた。日々懸命に稽古を重ね強さを磨き続けた。2008年2011年の全日本ウェイト制大会では重量級準優勝、無差別の全日本大会でも活躍を見せた。そして膝を出していく、膝を出していく、膝を出していく、膝が入ったか、一本。そんな渡辺選手が世界大会に初めて出場したのは2003年の第8回大会。その後も第9回、第10回と日本代表選手として日の丸を背負い世界の舞台で戦った。そして2013年の全日本ウェイト制大会を最後に現役を引退。その後は師範代として道場生を指導してきた。さらに型の教則 DVD のモデルに抜擢、新極真空手を学ぶ世界中の空手家のお手本として大役を務めた。そんな渡辺選手に転機が訪れたのは第13回世界大会のおよそ1年前。緑師範から今回の世界大会は型部門が新設されることを聞き、再び闘志に火がついた。出場を決意した渡辺選手は毎朝5時半から稽古に励む日々。緑師範に世界一優勝にこだわって練習した選手とまで言わしめるほど死に物狂いで稽古を繰り返した。さらに型の男子キャプテンに就任、大会前の合宿でも日本代表選手を引っ張った。組手と同様、必ず男女とも王座を取って上位独占したいと思います。本当にありがとうございました。よし、よし。そして迎えた第13回全世界空手道選手権大会当日、史上初の型の世界大会、何としてでも男女ともに初代の王座は空手母国日本が獲得しなければならない。キャプテンとしての重圧もある中、渡辺選手は練習の成果を全て発揮し、拮抗する勝負を次々と制した。準決勝の相手は3ヶ月前の空手ドリームフェスティバルで敗れた相手、田中健太。苦しみ貫く男の意地を視力を尽くし、今を研ぐ空手の道に命をかけて心身電話の。見事3対2で勝利しリベンジを果たした。そして迎えた決勝。相手は今年の全ヨーロッパ大会型チャンピオンのニコライ・ランイェンセン。流れ涙と血潮が弾け
高く高く土を蹴る若き獅子よ牙を剥きちぎれぬ絆で友を呼べ水平線から日が昇る幾多の痛みを解き放って海に向かって息吹を吐けば強き心に夢やがる新独身アテンションアテンションアテンション4対1で勝利プレッシャーをはねのけ型部門初代世界チャンピオンに輝いた まずはこんな素晴らしい舞台で、型の大会を、主催してくれた新極旋回の本当組織に感謝しています。そして、34年間自分に空手を教えてくれた緑ちゃんに感謝します。おっす。世界一優勝にこだわって努力し続けた渡辺選手、視力達成を体現したその戦いぶりは世界中に大きな感動を与えてくれた。